こんにちは、のんびり経済学者のケンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、新しい銘柄をいきます。はい、ここ最近はですね、過去の銘柄を紹介してたんですけれども、はい、今日はですね、新しい銘柄を一つ追加します。6675サクサです。はい、PER が 10.87、 PBR は 0.53 です。はい、割安です。そしてですね、配当利回りがですね、なんと 5.16% あります。配当もですね、こんだけあったらめっちゃいい配当ですね。もう最高です。はい、このサクサさんはですね、何の会社かと言いますと、情報通信セキュリティの会社ですね。それとシステム、企業とか学校でのですね、システムをやっている会社ですね。セキュリティシステムですね。それと、監視カメラ関係なんかもやってるみたいです。はい、この今ですね、ネット社会はですね、もうサイバー攻撃とかですね、情報漏洩とかいろいろなですね、ネットでの攻撃がたくさんありますので、このサクサさんですね、これからかなり必要な会社ですね。もうこのサクサさんがないとダメというぐらいですね。もうこれからの世の中はですね、もうネットがですね、いろいろなサイバー攻撃で溢れてきますから、この、セキュリティ、ネットセキュリティ関係の会社はですね、これから絶対に必要です。はい。そのサクサさんが、なんとこの PER、PBR、この安値で放置されているわけですね。もうこれはですね、今が最後のお買い得セールと言えるでしょう。はい。もう早めに買った方がいいと思います。しかもこの配当、もうこんないい会社めったにないんじゃないでしょうか。はい、まあそういうことでですね、皆さんもですね、気になった方はこのサクサさん買ってみてくださいね。はい、それでは今日ものんびりと参りましょう。